これはグロックの22だけれども、これがファブディフェンスに客か、まあいいや、が作ってるカービンにするキット、これがこれについてきました。簡単なモディフィケーションというかモッドでこれが入ります。入ってこれがこうなってこうなるか、あれ違うな、もうちょっと奥ないのかな、自分のじゃないね、よくわからない、ここに入るか、はいはい、ここに入ってこうなのか、あれロックしないの、あなんだこの部分に合わせなければ入りませんでした。これで入って回してロック、そうすると取れない、そしてここにピンを入れる、そしてここにこれでロック、反対か、これで節の部分をロックしてやる、そしてこうつけてピンを入れてやると後ろにも下がらないようになってる。これおまけだけどね、よいしょ、そしてこの部分がどうだっけ、こうなればこのくらいのコンパクトな大きさになります。そしてよいしょ、こうすればカービン、そしてスライドはこれで、おお、これは何がついてるんだ、よくわからない、アメリカンディフェンスのレッドドットがついてる、レッドかグリーンドットかよくわからんけどついてます。これでカービンになるのはおしまいか、まあ、バラすの簡単だな、さっきの要領でピンが抜けない、これをこうじゃないと抜けない、あれ、そっか、よいしょ、抜いてこれを外してこれをこうしてこうだっけな、そうすると抜けるけどこのピンも抜いとかなきゃいけない、これでピストルとして打てるわけか、ああこの辺もモディファイしなくて済むんだな、ああまあまあな、モッドでしょう、いくらするのか知らんけど高いよー。